速報ですね。あ、再度、褒めまくりです。笑い。ホワイト出来事速報です。早速お伝えします。共同通信社によると、アメリカ紙、ウォールストリート、ジャーナルは25日、中国での新型肺炎拡大を受け、アメリカ政府が湖北省、武漢市に取り残された米国の外交官や、市民を退避させるため26日に、チャーター便を運航させる手続きを進めていると報じた。素晴らしいニュースですね。素晴らしい。本当に、素晴らしい。笑い。日本政府さん、安倍首相さん、官僚さん、お金儲けしたい人たちさん、どうするんですか？笑い。日本人の反応を少しお伝えします。いよいよやばい。アメリカは輸入したいんだね。日本も送るべきだね。そして野党、蓮舫、枝野、山本太郎、寝るな起きろ、一体何が始まるんです？その頃日本は中国人を受け入れていた。中国鎖国だね。アメリカがこんなことするなんて、かなりやばいよこれ。団体禁止なら個人は、ありかよ。武漢に日本人はいないのか？以上です。褒めまくり、の、意見を、一言です。武漢に、日本人は、いますよ、笑い。そうそう、褒め、まくりは、新しい言葉を、作りました。発表します、笑い。中二病、ならぬ。中国病、また、中国依存症ですね。日本は、中国依存症に、かかってますね、笑い。かなり、重症です、笑い。ご視聴ありがとうございました。今後も、皆様に、楽しんでもらえるような出来事を、どんどん、取り扱っていこうと、思いますので、チャンネル登録、よろしく、お願いいたします。